皆さんこんにちは。千葉市広報番組千葉情報クリップ、山口正隆です。この番組では千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。さて6月後半号、はじめはピックアップ千葉のコーナーです。毎月後半号でお送りするこのコーナーでは、市内の注目の話題などを3回のシリーズでお伝えしています。今回は千葉市科学館の3回目です。ご覧ください。キボールの7階から10階にある千葉市科学館は、日常の視点で科学を捉え、子どもから大人まで楽しめる参加体験型科学館です。館内では科学を身近に感じられるさまざまな展示が行われ、楽しみながら科学を体感することができます。今回もご案内していただくのは千葉市科学館の武藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、10階のジオタウンにやってきているんですけれども、ジオという言葉がついているので、このフロアは何か地球に関係している展示物が多いということなんでしょうか。はい、こちら地球の中にある自然、また地球の外にある宇宙、あとは私たちの体の不思議ですね。そういったものに迫る展示がございます。なるほど。かなり壮大なテーマを扱っているフロアということですね。はい。うわ、一体何が展示されているのか、どんなことを学べるのか、ワクワクしてきました。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではまずこちらの展示をご覧いただきたいんですけれども。大きな展示物。かなり細かい作りの機械が上に乗っています。何か宇宙船の一部ですか。はい、こちら実はロケットのエンジン部分です。ロケットのエンジン、はい、千葉市ロケット開発と縁が深くて、ね、東京大学の生産技術研究所というのが千葉市にあったため、そういったご縁でこういったものも展示しています。さあ、続いての展示をご紹介していただきましょう。お願いします。こちら手回しジャイロというコーナーです。はい、ジャイロの力というのがあるんですけれども、説明の前にじゃあまず体験をしていただこうかと思います。じゃあジャイロを一つ選んでいただきます。あ、これかこれがジャイロなんですね。はい、じゃあ大きい方がいいです。はい、大きい方がいいね。はい、では手で円盤を回すんですが、ちょっとじゃあグッといきますね。はい、では勢いよく取っ手を握り持ち上げる、はい、両手で持ち上げてみて、で持ち上げたら、はい、椅子に座ればいいんですね。はい、わ、はい、かりました。では持ち上げまして、では座ります。はい、足を浮かせてください。浮かせました。じゃあジャイロ傾けて、はい、お、今体が勝手に回っているのが分かりますね。なんで円盤を傾けただけなのに一緒に私も回ってます。そうですね、今ジャイロの力、この円回っているものに回転軸を中心に保とうという力があります。今こう傾きを切り替えたときに引っ張られるような力がちょっと感じるかと思います。はい、これがあの自転車やバイクが倒れずに走っているための力ですね。自転車やバイクが倒れない原理がこれ、はいはい、なるほど。実際に科学を自分で体験して学ぶって面白いですね。はい、続いては、はい、じゃあ地球環境を探るというコーナーです。はい、はい、いろいろな地球上で起きる気象情報ですね、こういったものを紹介しています。うん、はい、じゃあ正面に竜巻という展示があるんですけれども、はい、竜巻ってどういうものかというのを展示物の方でご覧いただきたいと思います。ここで竜巻見られるんですか。はい、じゃあスイッチを押すと竜巻が発生します。この中に、はい、ではスイッチを押しますよ。はい、皆さん注目してください。ではスタート。下から煙が出てきました。はい、今4つの柱から風を送って中で渦の流れを作っています。なるほど。今その流れによってだんだん、竜巻のようなものが上に上がっていきます。うわ、あっという間だ。できました、竜巻だ、トルネード。日頃のあの自然災害、天気天候などにも興味を持ついいきっかけになると思います。ちょっと開けたところに来ましたけど、こちらは、はい、じゃあ自然環境を探るというコーナーで、地球にいろいろな生き物をこちらで紹介しています。じゃあどんどん見ていきましょうか。はい、大きな木が出ました。はい、こちらちょっと自然を模したジオラマがあるんですけれども、じゃあ昆虫の擬態のコーナーといいまして、はい、この中に実は13匹の昆虫が隠れています。ここに、はい、どこだろう。木の幹の真ん中のところに何虫か分かりませんけれども、ちょっと大きめの虫いますよね。じゃあですね、
はい、まず1匹2匹分かりやすいところによく見たらいました。隣の木にも真ん中で同色なのでうまく化けてますね分からないものですわ。自然界で来ている生き物たちはいろんな特技を持っています、うん、でその自然界を生き延びるための特技はそれぞれ研究していて、人間界の社会の発展のためにも役立ていこうという技術があります。なるほど、科学っていろいろの角度から楽しめるんですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。もっと知りたい千葉市科学館ということで、館内にありますミュージアムショップにやってきました。今回は千葉市科学館ならではのお土産を紹介していただきます。お願いします、はい、じゃあ今回ご紹介するのはこちらにあります、うん、千葉市科学館オリジナルのコットンバッグをご紹介します。おこちらですね、千葉市科学館のいろいろな展示がモチーフとなったデザインとなっています。すごく可愛らしいですね。やっぱりコットンだからこそのこの触り心地、いやあ結構中たっぷり入りそうですね、うん、皆さん千葉市科学館にお越しの際はコットンバッグ要チェックです。千葉市科学館の3回目は10階のジオタウンを中心にご案内していただきました。ぜひあのテレビをご覧の皆さんに何か PR があればお願いします、はい、千葉市科学館ではこれまで紹介した他にもいろいろな展示があります。その他にもワークショップ、講座など参加できるものを多くご用意しておりますので、ぜひ実際に体験して科学を身近に感じていただきたいと思っています。うん、何気ない日常や身の回りの自然からも科学って学べるんですね。勉強になりました。続いてはこちら、千葉市政だより6月号からのお知らせです。電話で詐欺やしつこい電話勧誘などによる被害やトラブルを防止するため、迷惑電話防止機能付き電話機などを購入・設置する費用を補助します。対象は65歳以上の方のみの世帯、または家族と同居しているが普段日中は65歳以上の方のみとなる世帯のいずれかに該当する方です。補助台数は先着500台程度、補助額は対象電話機の設置経費の4分の3以内で、上限は1万円です。対象機器や申請方法など詳しくは消費生活センターへお問い合わせいただくか、千葉市迷惑電話防止補助で検索してください。がん検診の計画を立てましょう。市のがん検診を受診するために必要な受診券シールとがん検診等のご案内冊子を5月中旬に郵送しました。年齢や性別などによりその人に合わせた受診券シールを郵送するので、同じ世帯でも郵便の到達日が異なる場合があります。検診書類が届かず職場検診など他に検診の受診機会がない方で検診を希望される方は健康支援課へお申し込みください。市ホームページから電子申請をすることもできます。検診期間は来年2月28日まで。検診ごとに個別検診または集団検診のどちらかを選択し受診してください。集団検診は大腸がん検診以外のすべての検診が完全予約制です。受診会場の案内は区役所、市民センター、保健福祉センターでも配布しています。早期に発見し治療できればがんによる死亡のリスクは低下し、治療にかかる時間や身体的負担、経済的負担は少なくなります。ぜひ定期的に受診してください。今回ご紹介した内容は千葉市政だより6月号に掲載されています。さて次回7月前半号の放送では7月1日発行の千葉市政だよりの情報を中心にお送りします。それでは今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。